こんにちは、ポプーラチャンネルのポプーラです。先日からドラゴンマニアの方をプレイさせていただいてるんですけれども、レベルが25になりました。レベル25というのはどういうものかと言われれば、クラ同盟とかそういう意味ですね。クランが加入することができるレベルになりました。こちらの星25というのがレベルになります。で、レベル25になってこちら加入できるようにはなったんですけれども、これから継続してプレイする上でたくさんこのクランがある中でどれに入ればいいのかなと思いまして、作成するにもレベル30にしなければならないし、作成しても結局わからないままでっていうのは、それは作る意味がないんじゃないかなと思って、今回はクランの募集の方を行わせていただきます。来るかなこのゲームやってる人があまり多くないっていうのが現状なので心配なのですが、どなたかなんかうちいかがですかみたいなのあると大変嬉しく思います。そうですね、条件としては、私はもうこちらご覧の通り、私は実況者ですので動画の画面が映ります。プレイヤー名も普通に映ったりすると思うんで、それが大丈夫な方っていうのは一番の前提になります。あとはログイン頻度は1日何回だろう、3回4回ぐらいになります。朝起きてと昼夜ぐらいでやってます。持ちゲームなんでそんなずっとプレイしてるってことはないんですけれども、まあちょくちょくやってるって感じですかね。課金はしないスタイルです。はい。あとはツイッターとかあるんで、そういう外部の SNS でも交流することはできます。一応今そのドラゴンマニア用のアカウント今作ろうと思ってて、撮影終わったらちょっと作ってみようかなって思ってます。そうですね、フレンドの方も現在お二人方からフレンドとさせていただいてまして、とてもレベルの高い方ですね。でからこれからプレイしていく上でぜひとも私の方ご招待いただける方、コメントの方に書いていただければと思います。またツイッターの方でもまあ同じような様子見ながら、それでもコメント来なければツイッターでも流すんですけども、ツイッターの方でコメントをいただいても構いませんので、ぜひともはい、お気軽にお声かけいただければと思います。今の進行度合いで言うと、ここはメインのやつは66まで来ました。頑張ってね、ここまで貯めてきました。いっぱい餌が64万個今溜まってます。今はなんだっけ、あの毒系のドラゴンを育ててるんですけども、そのためにはこっち系のやつね、レベル上げとかしなきゃいけなくて、それで今お金を貯めてて餌は我慢してますってところかな。というわけで、 あとそうだね、こっちのマッチングの方はドラゴンリーグシルバーリーグ2になっております。こちらもいつもログインするためにプレイしております。というわけで本日はクランの方のこちら募集になります。ぜひともコメントお待ちしております。ご自由にお書きください。というわけで本日はこちらで終わりたいと思います。ありがとうございました。